NHK 熊本放送局及び FM 熊本の鉄道民放テレビ各局及び RKK 熊本放送の FM 保管中継局 KKT 熊本県民テレビ及びコップ、熊本朝日放送のかつてのアナログテレビ中継局人吉中継局は熊本県人吉市及び道熊群二色町に置かれているテレビジョン放送ラジオ放送の中継局である 熊本県熊地方の中核中継局として位置、続けられている。人吉市自体が盆地に位置することもあって、中原オ放送の中継局も盆地にある。また、テレビジョン放送のデジタル化が完了したことに伴い、国が進める次世代テレビジョン放送の実験部隊として、この中継局が選ばれ、30km 先の地域で受信するとどうなるかを検証することになった。 アナログテレビ開局年月日いわゆる 8K スーパーハイビジョンと呼ばれる超高画質ハイビジョン放送の実現を目指す国の施策の一環として NHK が放送法に基づき受託して行うもの AB 電波資源拡大のための研究開発に係る実験試験局に免許全国発のスーパーハイビジョンの長距離フィールド伝送実験マイナス 総務省九州総合通信局、https www.soumu.go.jp スラッシュ soutsu スラッシュ九州スラッシュッシュ1 3 1 1 2 2 1ドット h t m l 2 0一三年十一月22日日月欄 a b b s 人吉デジタル中継局のリモコン番号、チャンネル、 放送区域人吉地区及び、水俣地区の地上デジタルテレビジョン放送局に、予備免許人吉及び水俣デジタル中継局、本年10月1日開局予定。開局済み一覧無線局免許状等情報、FMK2021 年1月22日閲覧。無線局免許状等情報、NHKFM2021 年1月22日閲覧。 無線局面居城等情報 RKK 人吉 FM2021 年1月22日閲覧ジョブルはその後滋賀県の美琶湖放送が取得した。ありがとうございます。